倉敷市出身でプロ野球千葉ロッテマリーンズの広畑敦也投手による野球教室が28日広畑投手の母校玉野興南高校で開かれました。玉野市や千葉県などに拠点を持ち、ロッテのスポンサーでもある木材加工第三商工が企画したもので、岡山市などの野球チームに所属する小中学生およそ50人が参加しました。広畑投手から投球の基礎となる股関節の可動を意識するため、上半身だけを使って投げるキャッチボールなどを教えてもらっていました。薬指でしっかりここを支えてあげる、固定してあげるってやると、ボールに対してしっかり力が入る。ここが緩いと怪我もする。そして最後には軽くとは言いつつピッチングを披露してくれた広畑投手。参加した小中学生は驚くとともに、広畑投手のようになりたいというプロへの憧れを一層強くしていました。確かにみんなで野球を続けて楽しんで、まあ、僕と一緒に野球ができるようになってくれたなと思います。以上です。ありがとうございました。やっぱプロの選手身近に感じることで、まあ、やっぱ自分もあんな風になりたいなって気持ちが高まりました。甲子園出て、まあ、甲子園で活躍できるようなピッチャーになることが目標です。指導していただいて自分に、まあ、プラスになることが多かったので、それを吸収して練習していきたいと思います。ユニフォーム姿を見せてあげれてるっていうのも、まあ、自分がプロになったからだと思うので、それはいいことというか、まあ、そこは良かった部分かなと思います。で、まあ、地元からしっかりここは教えた子たちからプロ野球選手が出てくれたら嬉しいなと思います。まあ、自分のポジションっていうのはまだ決まってないので、しっかりもうチーム1軍で投げる、まあ、そしてリーグ優勝っていう部分にしっかり自分を貢献できるようにやっていきたいなと思います。